デニス・レイエースは、メキシコ合衆国シナロア州、イゲーラで、サラゴサ出身の左投げ右打ちのプロ野球選手。MLB 時代は、1997年のメジャーデビュー以来左のワンポイントを中心として、活躍していた。1993年1月1日に、メキシカンリーグのメキシコシキレットデビルズと契約。同年7月5日に、ドラフト外で、 ロサンゼルスドジャースと契約し、プロ入り。1997年4月19日にメジャーデビュー。1998年7月4日に、ジェフ・ショーとのトレードで、ポール・コネルコと共にシンシナ・ティレッツへ移籍。2001年12月18日に、ルーク・ハドソン、ゲイブ・ホワイトとのトレードで、ポーキー・リースと共に、コロラド・ロッキーズへ移籍。2002年7月31日に、 ゲイブ、キャプラー、ジェイソン・ロマのプラス・キンセンのトレードで取ったホランズワースと共にテキサス・レンジャーズへ移籍。同年12月21日に FA となる。2004年10月29日に FA となる。同年11月29日にサンディエゴ・パドレスへ FA 移籍。2005年7月18日に同級団を解雇される。同年8月2日に マイナー契約でニューヨークヤンキースへ移籍。同年12月27日にマイナー契約でミネソタツインズへ移籍。2006年の第1回 WBC メキシコ代表として出場。レギュラーシーズンでは開幕をトリプル A 級のロチェスターで迎えたが4月30日にメジャーへ昇格。66試合に登板し防御率0.89を記録。 防御率は50イニング以上投げた投手として歴代5位となった。8月23日には球団と2年200万ドルの契約に合意。2007年は左肘を痛め8月22日から故障者リストのままシーズンを終え50試合の登板に終わった。2008年は自己最多の75試合に登板。2009年3月5日。 セントルイスカージナルスと2年300万ドルで契約。2011年3月にボストンレッドソックスとマイナー契約を結んだ。4月8日にディーフになった。2012年1月21日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだ。しかし3月6日に解雇された。2013年には第3回 WBC メキシコ代表に選ばれた。 5月3日にメキシカンリーグのメキシコシキレットデビルズと契約。2014年6月6日にメキシカンリーグのティファナブルズと契約。2015年もティファナブルズでプレーし、オフはメキシコのウィンターリーグでプレー。ありがとうございます。